はようございます。ヌオンタートです。昨日に引き続き2日連続で音響有利施設に来てしまったわよ。久々の解禁無職イベントを楽しんでこようと思います。もう10時なんだよ、行かなきゃ。遅刻しちゃった。遅刻めっちゃ雪っしょ。もう今日でも天まだ天気いい方よ。見てバカデカセット、これ見て、もうデカ丸デカ。まあね、私がどんだけこれから頑張ってもさ、もうシロンさんとかさ、マとかがさ動画上げてるから私いる意味ないんだけどね。自分の存在になくすわ、開店前に。じゃあ行きまーす。久々に登場しました、エースマラミです。いきなり登場してごめんなさいね。まあ、なんかイベントの説明っていうか、何解説とかも口で言った方が早いから、口でした方が早いから、しゃべります。先ほども申し上げましたが、基本的にはヒロイックワークアウトと同じで、やってれば勝手に出る系ではあるので、俺は公立無職なんか興味ねえんだよっていう人は、あの二度と来んじゃねえよというところで何とぞ。でこのイベントフォルダの中、まず今現在のエリアがアジア、エイジアってなってて、でおそらくこのエリアがあと2つ、合計で3つあると私は妄想してます。だからアジアがあって、何ウームがあって、アトムがあってじゃなくて、アジアがあって、ヨーロッパがあって、何南アフリカとか、なんかそういう感じなのかな、うん、で全部終わったらどっかみたいな、うん、そんな気がするね。はい、なんでおそらくだけどビストロオーバーはこのイベントだけでは終わらず、 3,4 ヶ月やったらまた次のイベントに行くんじゃないかなっていう気が、妄想が私はしてるけどね、どうかね。うんうんうん。実際の解禁画面がこちらです。左からオードブル、メイン、デザート、3つフォルダっていうか種類があって、それぞれ今レシピ研究中になってるんだけども、オードブルのレシピ研究中を埋めたら次オードブルの食材集めっていうのが出てくるような感じで、なんかねこの1つのレシピ研究中がだいたい6クレぐらいなのよね。うん、なんでこのレシピ研究中が、6かで3で18で、次に食材集めが6かで3で18で、18かで18で36くれ35、6くれで終わったら、まあまあまあ優秀なんじゃないのかなっていう感じで、ここまでやって4曲出ますからね。はい、で今回の一番の謎ポイントがこの今回の成果っていうところ、これはボーナスポイントの値を示してるっぽいのよ。ボーナスポイント、これはプレイ中にどんな曲をやったかによってこのボーナスポイントが増えるの。このプレイでは、ボーナスポイント対象になる曲をプレイしていなかったので、ボーナスポイントは全部ゼロになってます。じゃあボーナスポイントなる曲どうやるのかって言ったら、このフォルダのところにさ、バージョンフォルダにこの辺なんかあったでしょ、今図書館みたいなやつ、ムドラの書みたいな、そうそう、あれは、レシピのボーナスポイント、エースフォルダだったら何選んでもボーナスポイントつきますよっていうんで、桜色で即死してるのね、これ。
ちょっと厄介なのが戦局ごとに、ボーナスフォルダが変わる。さっきエースだったり今回露天で中止フォルダになっててね、東京神話選んだんだけど、なんで、同じ曲をフリー、なんてタイムフリーとかで4回っていうのはそうはさせてくれません。はい、ボーナスがつく曲をプレイしたらリザルト画面の時に、この上のボーナスポイントが表示されます。でこれが1曲プレイするとプラス 1.0、 2曲でプラス 1.6 で 2.1、 2.5、 1クレの中で、4曲までプラス 2.5 がボーナスの最大値。じゃあね、ユタホさんね、毎回プラス 2.5 にするべきでしょって思うけれども、なんかね、このプラス 2.5 の時もプラス 1.6 の時もそんなに増え幅ね変わんない気がすんのよ。私おかしいのかな、まあ、2.5 にする方が安心だと思うんだけども、本当にビビたる差だと思うのよね。 1クレ2クレ3クレ変わるかどうかとか、なんかそんなだと思うから、本当に解禁無職する人はプラス 1.6 2曲ステイでいいと思うわ。うん、でもってこの下にユタフォ VTuber って書いてあるでしょ。まあ、VTuber はなんか公式からなんて音捨てフレンドみたいなの設定できて、これがやるとなんかポイントが増えるよとか言ってるんだけど、これもどのぐらい恩恵があるものか目に見えてわからないのよ。うん、ついでに言うとブラックパスもうヒロイクワークアウトでバーンって増えたけど、今回はそんなに変わらない気がするわ。だからそんな気にしなくていいです。もう友達いなくていいですわ私。言い忘れてたって、このなんかターンテーブルを回してこの成功とか失敗とかなんかで、このマンコがなんか、ま、予定回すんだよまた。これこの謎演出で毎回大成功しか出ないのよ。うん、でも回さされるのよ。よくわかんねえ、これどんな意味があるのかしら。逆に失敗した人とかいらっしゃるのかしら。いるなら私話聞いてみたいぐらいだわ。なんか謎の演出、これ意味あんのこれ。よくわからんわ。これは無職の練習なんだけども、まずフォルダ探すわよね。こうね、ムドラの書ついてるやつで、今回はもうすぐ選んで曲始まったら、これタイムフリーだからもう即落ちしてね、即落ちて、で次の曲も、フォースでもラウンジハウス選んでもさっと落ちるみたいな。なんかね、プラス 1.0 だとボーナス少ない気がするのよ。やっぱプラス 1.6、 2曲分が安牌っぽいわね。で2曲やったらもうそのまま、モード離脱して終了。はい、でそのフェーズ1がだいたい36、7、8くらいかかって、90分くらいかかったかな私。うん、でここまでで4曲出ますから、はい、でさっきの前見のやつも1曲だから、あと3曲分ちょっと載せますから、どうぞお楽しみに。 あとなんか1曲出てたんだよね、なんかそのやつ。何あれ何あれ、全く意味わかんないわ。新機能が映し出した遥かな地平の果て、伸ばした手に触れたものの本当を知りたくて、せめてこの夢の中いつも走って歩いてたどり着くのが青いオアシスじゃなくても、よろしく。
秘宝 2DX が全く別のデブになってしまいました。というわけで、ね、フェーズ2がなぜかマド3をワルプルディスを、ペカをやらされるという謎のことになってますね。でこれがコッテンでそれぞれピッピッピュって左を押してくださいっていう感じなんだけど、あのリールっていうのかな、この目が毎回なのかな、まあランダムでパターンとかはないみたいで、一応目押しは多分できるっぽい、多分ね、私ちょっとごめんスロットとかよくわかんないからあれなんだけど、出目によって上からパーフェクトボーナス、ゾロ目ボーナス、グレートボーナス、グッドボーナスってなるんだって、まあ、当然パーフェクトの方がいいんだろうけど、そんなになんか、5倍増えるとかそういう感じではなさそう。でさっきと同じようにこの下にあの友情じゃねえフレンド枠があったり、今回の成果で今度はその3行目の調理ね、フォルダに調理フォルダじゃねえ調理アイコンが出てきたりするわけよ。その辺のボーナスも加味しながらスロットもいい感じにやっていきましょうっていう感じ。はい、成果に応じてお客さんの量が、お客さんの量でこのポイントを表してみたよ。今回はまあまあお客さんが集まった、なんかめちゃくちゃ集まる時もあるわ。このゲージがねまた硬いのよ、まあ硬い、あ10代の硬さ、これはこれね12、3くらいぐらいかかったかな私。ちょっとこの辺は要検証よね。あのねスロットよく打ってるね方がねちゃんと何目押ししたらちゃんと光ってさ、もう3クレとかで終わりましたとか言ったらもう革命だし、もうこれは私より皆さんの方が得意でしょ、もうそれは頑張ってちょうだい、私の役目はここまで、私は捨てることしかできないからね、拾うことができないの、そして誰にも拾われないからひらめいたけど、これこそさ打ち子雇うっていうのはどうかしらね。ねえどう、誰かやってくんない、私ひたすら捨ててるから、あの隣で若い男が待機しててスロット場面になったら目押ししてくれんの最高。そんな生活憧れるわ、もうやりたい、それやりたい、本当やりたい。私の場合は12だか13くらいでこの繁盛レベルがマックスになりました。マックスになって、最後の曲1曲、なんだっけ、おにょにょにょの願いが出て一旦このイベントが終わりますよと。この左のテンポレベルの星が今は空なんだけど、この後の演出で星が1個ポーンってつくのよ。ってことは、何アジアエリアをクリアしたら星が1つつきましたよ。ってことは少なくともあと通常エリアは2つあるわよね。で星3つ集めてからボスエリアが出てくるのか、それとも星3つやったらなんかもう1曲出してあげるなのかちょっと謎だけれども、まあでもこの感じだったらねボス料理エリアが出てもおかしくないわね、日高屋かしら何かしら。
皆さん、バレーネクタリー、乾杯。ね、クリスマスしねえよ。どうでもいいよ、もんな。もう関係ないわ。失礼しました。取り乱しました。飯マセビストロバー第1回目でございました。皆様、たくさんお召しになられましたでしょうか。私は最終的にやっぱり最後の曲が読めなかったです。まあ、派遣社員の願いもいろいろあるんだけども、まあ、健康になるっていうのはもう本当にその通り、病気にもかかりたくないし、あと性病にも気をつけないといけないと思うし、でも、やっぱりね、いい男と一緒にいたら、まあ、不健康になってもいいから、それだけは変わらない。女っていくつになっても恋愛するもんなのよ。それは変わらないわ。あれじゃん、女って、本当、年増すごとに性欲が増えていくのよ。わかる？よく言うじゃん、みんなね。30代とか40代の女の子が色っぽく見えるって。そういうことよ。え？そういうことだよ。ちなみにこの動画がおそらくですが、ユタホ神社2020年最後の動画になると思います。このね、コロナ鍋の中ね、なんとか逮捕されずに、収監されずに、書類送検されずに、ここまでやってまいりました。皆様にお礼を申し上げるとともに、今年一番お世話になった人にやっぱり感謝を申し上げたい。今年一番お世話になったのんけくん、あの人しかいませんね。DJ 岡田。いやー、イケメンだったわ。私の寂しいところをね、全部埋めてくれる人は多分やらせてくれないんだけど。で、年末年始さ、もうちょっといろいろこんな状況だけど、私はもう実家帰るからね。一年ぶりだよ。だってもう帰んなきゃどうしようもないでしょ。もうとにかく私はね、いろんな人に会いたい、今。何でもいいって言い方も失礼かもしんないけど、もう何でもいいから会いたいし、なんか人と交流したい、とにかく。だからもう、今回はもう、帰省の予定全部言うから、ちょっと見てて、いい？大抵新宿にいるから、ちょっと見に来て、いい？行きますよ。30日は昼にみっちゃんと新宿にいますね。大晦日は今のところ予定ないっていうか、なんかやるかもしんない。元旦はお母さんとイオンに行ってからイケアに行ってゆっくり過ごします。2日は多分新宿。で、3日がね、ちょっとね、某三つ葉さんと 2DX の配信しようと思ってて、多分ムサコ？ちょっと今妄想中。まだ本リマリじゃないけどね。で、4号が多分飲んでくい？わかんない、池袋あたり。で、6は今んとこ予定ないっていうか、そのまま私は帰ります。で、7に多分回転出るんじゃないのかなって妄想、いつも通りの妄想してますね。はい。まあ、新宿集合よ。新宿ね。新宿で楽しく過ごしましょう。10分ぐらいお茶とこでもいいじゃん。やろ。3時間4200円払うから。はい。私出すから、補題ね。補題出すの大好きだから。ちなみに今回の規制ですけれども、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、フェラチオはゴムを使う可能性がありますので、あらかじめご了承ください。ご了承してくださる方は RT してください。最後に、本当に今年最後だからさ、なんか言いたいこといっぱいあるかな。いやね、今年最後なんで、やっぱ、締め？あるじゃん、三本締めとか。そういうのやっぱやりたいなと思って。だから、ここで皆様にちょっと、イニシエのオートゲーマーの、ルールを教えて差し上げようと思って。ダーティー締めって知ってますか？皆さん、ね、ダーティー締めって知ってますか？ザ・ダーティー・オブ・ラードネスで締めるっていう。もうね。イニシエの音ゲーマーがやっていた出来事を、2020年に再現しようと思います。いいですか皆さん。お手を拝借。いいですか？いいわね。行きますよ。せーん。
せーの。え